皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今回のテーマは、ちょっと重たい話になりますが、非常に大事な社会問題についてお話ししたいと思います。さて、想像してください。信頼とは何でしょう信頼は、人と人との間にある見えない絆ですよね。しかし残念ながら、その信頼を裏切る人たちもいます。今回取り上げるのは映画監督の坂木秀雄容疑者が20代の女性に対して演技師を、と称して性的暴行を加えたとして逮捕された事件です。まず、事件の概要から、坂木容疑者は2016年、 5月東京港区のマンションでこの罪を犯した疑いが持たれています容疑者は冤罪ですと否認していますが警視庁は複数の女性からの被害届を受理しており捜査を進めていますではなぜこのニュースが重要なのかそれはこの事件はただの犯罪以上に権力の乱用、信頼関係の裏切りそして業界内の問題を浮かび上がらせているからです権力を持つ人がその地を利用して他人に害を与える例は残念ながら世界中で見られますしかし重要なのはそうした問題をただ互換するのではなく対話を通じて社会の意識を 変えていくことですこの事件に触れることで、私たちは何を学べるのでしょうか。第一に、被害者の声に耳を傾け、支援することの重要性です。第二に、権力の乱用に対して、社会全体で目を向け、声を上げる勇気です。また、コメントを見ると、この事件が業界の深い闇を示しているとの声も多くあります。様々な人が、この事件をきっかけに真実が明らかになり、救われることを願っています。このように、たとえ困難であっても、真実を追求し、声を上げ続けることで、社会はより良い方向へ進むことができます。私たち一人一人、 は正義のために立ち上がり変化を生み出すことが大切です最後にこの事件を通して人々がもっと互いに寄り添い支え合う社会を目指すことは私たちの進むべき道だと私は信じていますそれでは本日はこちらでモノモースでした次回の動画もお楽しみに